60ドライブ。今の面白さなんだろう、ね、なんでこれは多分緊張してたんじゃないのか。可愛かったけどね。このコーナーサンミューの長谷川玲香ちゃんが自身で気になったこと気になることを広く深く簡単便利にお伝えし、我々にまあこう評価していただくみたいな、そんなコーナーでございます。はいはい、さあ長谷川さんお願いします。はい、お願いします。で、私自分のコーナーが初めてなんですけど、声ガラガラだね。どうしたんだ急にお前ガラガラだってね。スタジオちょっと感想、ちょっと感想のタイミングでタンカラムダメないもうアイドルにタンカラムやめろよお前。そんな言い方すんじゃないよ。そうなんですよ。あ、もう全然だよ。妖精さんが引っかかったんだよな。あ、そうなんですよ。妖精がチラチラしてきたんだよな。ちょっと待って、妖精引っかかって妖精飲み込んでたんだよ。おっかねえよお前。いやごめんね。はい、で、自分のコーナーが初めてということで、すごい緊張してるんですけど、皆さんの心にホームランを打つような気持ちで頑張っていきたいと思います。ホームランの HR だ。あ、長谷川玲香のホームラン、あ、一応あるんですけど、どっち、いろんな意味がね。そう、いろんな意味があるんです。ホームルームでもいいんですか？何でも OK です。はい、ということで。お題は？はい、本日のお題は、じゃじゃん！自己紹介でーす！はい、聞きたい、聞きたい。はい、今日がその1回目ということでですね、この長谷川玲香とか三名のことを知らない人がたくさんいらっしゃると思うので、自分や三名について熱く語っていきたいと思います。いいね。聞きたい。はい、お願いします。じゃあまず、長谷川玲香について話したいと思います。先ほども言ったんですけど、キャッチフレーズはときめきクラスメイトということでですね、皆さんのことをときめかせていくんですけど、ラジオでは顔が見えないので、この声でときめかせていきたいと思います。誕生日は平成8年の3月25日の18歳です。血液型は B 型なんですけど、よく A 型って言われます。あ、A 型っぽい。ちょっと待って。でもね、A 型っぽい。わかるわかる、A 型っぽいよ。今、やっぱ女の子の会話だね、やっぱりね。さすが女子。それで、出身が新潟県出身なんですけど、新潟市出身なんで、あんまり新潟県の中だと雪が降らない県じゃないやつ。海の方だもん。そうなんです、地域なんですけど、だからスキーもスノボもできないんですよ。なんかよく新潟県出身ですって言うと、あ、じゃあスノーボもスキーもできるんだってよく言われるんですけど、できないんです。じゃあ、あまり新潟だけど雪国っぽくない。そうなんですよ、あんまり降らないんです。下越とかの方が雪すごいの？違う、私下越なんですけど、下越が上で中越上越で、上越が一番降るんですよ。じゃあそっちの人は得意だね。そうなんです、きっと得意だと思うんですけど、ここでじゃあ新潟あるあるお話したい。そういうの大好き。おじさん楽しみだな。新潟あるある楽しみだな、おじさん。そういうのね、大好き。はい、じゃあ新潟あるある、まず新潟市をよく歩いてると仮面ライダーが見られるんですよ。なんでちょっと言っちゃうと、背低めの仮面ライダーがバイクに乗って現れるんですよ。で、ちゃんと手振ったら手振り返してくれるんですよ。これは多分新潟市にいる人は結構知ってると思う。みんな知ってんだ。それは何者なの？何なの？わかんないんです。撮影してるの？あ、違います。撮影とかじゃなくて多分趣味ですかね。あ、きっと。そういう人がいるんだ。あ、そういう人がいるのね。そういう人がいるんですよ。でもそれは新潟の人はあるって思うの？はい。あ、新潟、あ、この人は会ったよ。この前仮面ライダーに会ったよってよくあります。新潟の人に会ったら、仮面ライダー会ったことあるって言ったら、わかるわかるって言うと。あ、多分あると思います。新潟市出身の友達に聞いてみて。あ、そうね。ツイッター。聞いてみて、聞いてみて。とかでね、なんか、北海道あるある。よく北キツネを見る。え、本当に見えるんですか？いや、食いついちゃったよ。西よりいいんだよ、お前。俺はいいの？うん。いや、長谷川ちゃんのコーナーだから。ごめんね、素直猫にこのこと言って。ごめんね、続けて。はい、そして、桃太郎アイスっていうアイスって知ってますか？知らない。桃太郎アイス何味だと思いますか？え、でも桃でしょ。桃？違うんですよ。ね？いちご味なんです。ちょっと待って、色はね、おい、このコーナー面白いな。あれ、何なんだこれ。いいぞいいぞ、初めて見る笑いだよ。いちご味なの？いちご味なの。見た目はピンクってこと？見た目がピンクで、言っちゃ簡単に表すと、かき氷のいちご味を固めた棒状にした感じなんです。シャリシャリしてるのが、はい、ガリガリ
そうなんだ。ベロニカみたいな感じ。そうです、それのいちご味のかき氷。なんで桃太郎アイスっていうのね。それは私もわからない。桃太郎ってだって岡山とか。そう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 、ね、だからひねってさ、きびだんご味かなと思った。ああ違うね、いちご味だね。そうなんです、いちご味なんですよ。 あとポップ焼きって知ってますか？ポップ焼き聞いたことある。ポップ焼きなんだっけ。え、ポップ焼き、ポップ焼きってなんだっけ。あの黒糖味の蒸しパンなんですけど、うん、このポップ焼きっていうタイ、うん、名前の、うん、あのあれが由来が、うんうん、あのそのポップ焼きを売ってたお店の近くがあのあれだったんですよ。あれ何あれだったんだよね。線路だったんですよ。あ、線路で、そうです、ポッポーって言ってる脇で、線路思い出せなかったの。はい、ポッポーって言ってる脇で、もう笑ってるあれなんです、売ってたから。おじさん戸惑っちゃうよ。ちょっと待ってください。笑って全然喋れない。知らないよ。知らないよ、ほんま。なんだ、あんたしっかりしないとさ。ちょっと待ってください。一回落ち着け、一回落ち着け。一回落ち着いてこう。いいよ、いいよ、いいよ。今のところね。今のところいいよ。今のところいいよ。いいよ、いいよ。もっと聞かせてくれよ。もっと聞かせて。もっとちょうだい。聞いてくれますか？タレカツ丼って知ってます。何？何？何？タレカツ丼です。タレカツ丼？はい。ソースカツ丼だったら知ってます。あ、ソースカツ丼じゃなくてですね、うん、あの甘いタレに、うん、揚げたカツをつけて、うん、あの丼にするんですよ。だから上にソースかかってるわけじゃなくて、つけてあるんですよ。その甘いタレって何のタレなの？うん、タレカツのタレです。ちょっとしないんだよな。いや、情報がきちんとしないんだよな。18の子に言いたいんだけど、言いたくないんだけど、お前調べてこいや。え、だって、新潟。伝わる、伝わる。なんか新潟だと当たり前だから。うん、当たり前だから。はい、甘いのそれは。あ、例えばちょっと甘いです。甘辛いなら、何のタレに似てるとかさ、焼き鳥のタレだとかさ。手羽先みたいな感じ味。あー。あれ、麺つゆだろ。そういうことにしときましょう。間違えた待ってください。甘いです。甘いタレです。例えば何か似てる？全然似てないです。何にも似てない気がします。じゃあ次行ってください。次行こう。はい。で、よく言われるのが、うん、新潟は東京都をリスペクトしてるってよく言われるんですよ。へぇ、なんで？憧れがあるってこと？ってよく言われるんですけど、なんか、新潟市内にアルタがあったり、うん、ラフォーレ原宿新潟があったりするんですよ。あ、聞いたことある。ラフォーレがあるって。ラフォーレ原宿新潟？原宿新潟なんですよ。だったり、あとなんか、何でしたっけ、女子高生のスカートがめっちゃ短かったりとか。聞いたことある、うん、日本一短いんだよな。日本一短いんですよ。なんでそういう情報だけ竹澤さん詳しいんですか。ピシッと入ってきたの。エロいな、お前。その引き出しすぐ開けられるかんな、俺。本当ですか。じゃあ、割と東京の文化が新潟で直結してるというか、はい、近いの？近いみたい で、自分、新潟県出身の人は多分あんまりそれを思ってないんですよ。それが普通だって思ってるから。ね、で、結構ほぼ標準語なんですけど、だからなんか東京の真似してだ、あーちゃこうちゃらーってよく言われるんですよ。長谷川ちゃんもスカートが短かったの？私はそうでもなかったです。そうでもないの？ちゃんといい子だったんで。まあ、ここ期待してますよ。ここときめかせポイントだった。短かったよ。この一回その、遅かった。スッと来てくれたらもうときめいてたんだけどなおじさんは。でも今日ね、滝沢がそういうお店に来たみたいな感じに見えるから。やめて、やめてください。ね、まだ。でも今日中に絶対滝沢さんのことをときめかせます。これ今日の目標にします。俺なんかこういうのは別にお世辞とか言わないで、本当にときめいたか、時だけときめいたっていうよ。はい、全然それで大丈夫です。ガチでときめかせます。そうや、女。わかったわ。だってもう、あれですもんね、西堀さんときめいてくれてますもんね。うん、ときめき通り越してイライラしてきた。正直早く話せんじゃあもうないの？あ、新潟のあるまだあるんです。で、山形県ってあるじゃないですか。あるある。で、新潟の新潟市にも山形っていう地域があって、山形行ってくるねって地方の子に言うと、あれなんです、山形県行くのってなるんですよ。へぇあるあるなんです。あの、笑わないで聞いてください西堀さんがもう含み笑いしてますもん。どうした西堀？面白かったから。あ、そう。まあ、そういうのがある。新潟の中で山形は有名？普通に新潟市で新潟駅のもうすぐ近くなんで全然みんな知ってると思うんですけど、はあ、ちょっとだけ漢字が違うだけで、はあ、そうなんです。それが普通なんですけど、これは新潟県民しか知らないんですけど、なるほどね。あと、新潟はバスの乗る方向が違うんですよ。東京って後ろから乗る。いや、まあ、会社によるよね。ああ、あれどう、そっか、後ろから乗って前から？俺は前から乗ってるイメージなんだよな。あれは。秋田も違くて、多分違って、東京と逆で、で、私どっちがどっちか分かんなくなっちゃった。あれね、多分だけど、後ろから乗るのは、路線が長いんだよ。回数券。多分回数券じゃない？ああ。で、前から乗るのは料金を払って、
整理券、整理券が取るから宇宙から乗るでしょ、うん、あれ。あ、そうだ。だって、東京で、料金を払うから前に行かなきゃいけないんですよね。東京多分一括、うん、だからじゃないの。東京は前から乗ってピッとかって、まあ先に払って、うんうん、もう一律で。イメージありますよね。そうだね。まあ秋田も確かに最初に整理券取ってなるんだよね。はい、新潟も、はい。はい、新潟もそうです。で後払いですよね。そう、料金払後払いね。あれ、新潟はどうなんだっけ。新潟は、新潟払いじゃない。新潟も後払い。新潟払い。新潟も後払いです。あ、後払いね。乗った距離だけな。はい、そうです。ああ、わかるわかる。新潟じゃないんですよ。これが、あれです。東京に来て初めて知ったことです。今までそういうバスがあるって知らなかったんです。あ、でも確かに私も最初びっくりしたかも。あと最初、スイカも使えなかったんです。ああ。わかんないです。もう多分あれですよね。進化してなかったんですよね。きっとその時はまだ新潟が。自動改札はあるの？新潟の。まあ、なんて言うんだろう。自分が住んでたとこには。駅ですか、うん、駅はありました。バスがです。ああバスが、はい、バスが今東京はもう全部ピッピッピで行けるじゃないですか、うん、行けるね。新潟は最初の頃はもうずっとお金現金だったんですよ。あれ3歳あれあれいつまで新潟2年前までです。あ、そっか。16の時に出てきた。はい。ああ1個聞いていい、ね、新潟とさ加藤秋田でしょ。はい。どっちが都会なの。新潟の方が、新潟って結構栄えてるよね。意外と、意外と栄えてる。私のイメージは、私、東北、まあ秋田なので、うん、よく仙台に行ってたんですけど、うん、もう仙台以上ぐらいのイメージがありました、新潟の栄えっぷり。仙台と近いなって。だから、私はすごいもう、田舎の中の田舎っていう自分のところがそういうイメージあるんですけど、うん、新潟はなんかちょっとこうね、都心から離れてるけど、はい、なんか、意外とイメージがあります。東京に出てきて一番びっくりしたことって何、うん、あ、電車の時刻表がない、ないっていうかあるけど。あ、そんなに見ないもんね。ねえ。わかる。あ、西よりもほら北海道だから。北海道だから。同じ。そう、なんか最初に私なんだっけ、駅員さんに、うんうん、すいません、時刻表どこですかって聞いて。うん、加藤の話になったら、加藤さんが OK 出してる。もういらないって。もう結構です。そうそうそう。でも俺も時刻表チェックしたわ。そうですね。でも来るんですもんね、どうも。なるほどね。はい。じゃあ、長谷川ちゃんからもらおう。ちょっとグダグダになっちゃったんですけど、以上 HR630 でした。はい。はい。それではここで一曲聴いていただきたいと思います。私がサミューに入って、初めてダンスレッスンで、レッスンをした思い入れのある曲です。それでは聞いてください。AKB48 で大声ダイヤモンド。